家元さんですか。はい。あ、俺。あ、待って。当てます。織田裕二さん。じゃあないですよね。スネークさんでもないってことは。ヤスオさんだ。はい、ヤスオです。はじめまして、この度はお名巻きいただき、お名巻きいただき、お名巻き、挨拶後にして、さあさあ、どうぞ座ってください。はい。あ、早かったですかね。いえ、皆さんもう来ると思いますよ。イメージ通りの人だ。書き込み、毎日してくれてますよね。日に2、3回してくれることもある。キサラギミキファンサイトに書き込むのが俺の唯一の楽しみみたいなもんですから。はあ、これはもしかして僕のコレクションです。これが楽しみだったんですよ。家元さんのキサラギミキパーフェクトコレクションを見るのが。見てもいいですか。もちろん。汚さないようにお願いしますね。やっぱりパーティー始まってからにしようかな。抜けがけは良くないし、楽しみは取っといた方が。じゃあみんなで見ましょう。はい。ごめんね、ちょっと待っててね。あ、俺こんな格好で来ちゃったんですけど、まずかったですかね。やっぱり喪服じゃないと。いいんです。ほら、僕もこの通り。追悼会といっても気楽なパーティーです。楽しく賑やかにやった方がミキちゃんも喜ぶってもんです。そうですよね。俺もそう思って、とびきりトレンディーなのを着てきたんです。トレンディ。はい。腰巻き。荷物。すいません。あ、もしよかったら皆さんでこれ。あれ、あれ、どうしました。あ、アップルパイ。アップルパイ昨日作ったんです。俺、お菓子作り趣味なもんだから。ないんですか。あ、そこのコンビニだ。早く着きすぎちゃったんだろ。時間潰してたんです。バカだな俺は。なぜ置いてくる。ちょっと見てきますね。すぐ戻りますんで。家元さんですか。織田裕二さん。まさか。勘弁してよ。スネークさんですね。スネークっす。よろしく。うん。こちらもイメージ通りだ。何イメージって。書き込みの文章。俺スネーク、キサラギミキを愛する気持ちは誰にも負けないつもりなんでよろしく。全く同じ文章を7回も書き込んだった。あれよ、俺さ、インターネットってのよく分かんなくてよ、これ何回も押しまったんだよな。どうぞ座って。おう。あ、上着。悪いね。おい、さっきの人は。安尾さんです。なんか忘れ物みたいで。毎日書き込んでる人だ。そうか。ってことは織田裕二はまだなのか。まだですね。もしかして本人だったりして。まさか。いやいや、意外とあると思うんすよ。文章も男らしい感じでちゃんとしてたしな。うん。はじめまして。私、織田裕二さん。ようこそ。僕、家元です。こっち、スネークさん。同姓同名。いや、掲示板に書き込むときに名前何にしようかなって思ってたら、たまたまテレビに彼が出てて、軽い気持ちでつけてしまい、今となっては後悔してます。軽い気持ちでつけると後悔するんですよね、ハンドルネームって。要するに憧れてるんでしょ。違いますよ。まあまあ、いいじゃないですか。さあさあ、どうぞ座って。
これどうぞ。これはどうも。カバン。なかなか静かでいい場所ですね。大家さんも快く貸してくれましたよ。そうですか。へえ。ここは一体何なんですか。天国の如月幹に一番近い場所でっていう演出ですよ。なるほどね。さすが織田裕二。そこまでは考えてなかったですけど。先始めちゃいましょうか。安尾さんももう戻ってくると思うんで。始めちゃおう。家元さん、その格好で。はい。着替えないんですか。あ、そうか。お二人とも喪服なんですね。今日は気楽なパーティーなんで、ラフな感じで楽しくやろうと思ってるんです。なんだ、そっか。着てきちゃったよ。ごめんなさいね。追悼会なんですよね。ああ、死者を偲ぶわけですよね。あ、まあ礼節という言葉はご存知ですよね。亡くなった人間に対する真摯な思いがあるならば、おのずとそれにふさわしい服装というのがあるんじゃないでしょうか。うん、そうだ。そうですね。そりゃそうです。最近の何でもかんでも賑やかで楽しければいいという風潮には私は嫌悪感を抱きます。あの、いや、ちょっとクラッチガンデさん、誰だろうな、まったくもう、ね、この野郎って。失礼します。あの、これ捨ててきちゃいますね。あの、先始めててください。そこ飲み物あるんで。いや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 、いいこと言いますよね、小田さん。いや、そうなんですよ。礼節なんですよね。僕もね、言おうと思ってたんですよ、本当に。あ、どうぞ座ってください。ね。そっかそっか。ね。よいしょ。いや。まあまあまあ。いいっす。では、いいっす。あれじゃないですか、家元さんのコレクション、デビューから全部網羅してあるっていうさ。勝手に見ない方がいいんじゃないですか。ちょっとだけっすよ。君、どうしたんですか。ん？安尾さんですか。いや、違うはずだけど。誰？ああ、大家さんか。ああ、どうもご迷惑かけます。かけます。ありがとう。アップルパイ。あの、どうも。安尾さんですよね。なんだよ、スネークス、よろしく。運営室です。そうです。あっち、織田裕二さん。織田裕二に憧れててさ。違いますって。あれが大家さん。あ、どうも。まあ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 、安尾さん、ちょ、飲もうよ一緒に。はい、酒始めちゃってんね、俺たち。あ、はい。あ、これあの、よかったらどうぞ。あの、俺が作ったアップルパイです。君、そういう格好なんだ。はい。あ、これ、トレンディーすぎましたかね。トレンディーね。安尾さん、礼節って言葉知ってるよね。死んだ人間に対する、なんだっけ、追悼会にふさわしい服装があるのではと。そう、気持ちの悪い大家だな。聞こえますよ。だから追悼会にふさわしい格好があるのではと。あ、いや、あの、でもですね、あの、今日はあの、気楽なパーティーなんで、あの、楽しくやるという方向性で。何でもかんでも楽しければいいっていう風潮には嫌悪感を抱くな。いや、あの、でもですね、あの、
あ、この方があのミキちゃんも喜ぶからって、あの家元さんもそう。あ、家元さん。家元さん。やっぱりふさわしい服装ってあるから。そんな持ってきてたんですか。ええ、一応。どうしよう。どうしよう。家帰って着替えてこようかな。家近いんですか。福島県山郡西会津町奥川大和。むちゃくちゃ遠いじゃないですか。あんたそこからこのために出てきたの。はい、片道6時間弱。行って帰ってくる頃にはここには誰もいないでしょう。いや、でも…あー、もうあんた仕方ないよ。それでいいじゃん。いいよね、小田ちゃん。仕方ないですね。すいません。それじゃあ、一応揃ったことですし、改めて追悼会始めましょう。失礼。まだお一人いらしてませんが。ん？あ、そうだよ。いちご娘。いちご娘忘れちゃダメでしょ。女の子でキサラギミファンっていうの珍しいからね。文章の感じからすると俺相当若いと思うんだよ。キサラギミキさんは私の憧れのお姉様なんです。かっこ笑いなんてさ、こう17、8じゃねえかな。楽しみだね。そのいちご娘さんなんですが、来られるかどうかわからないということで。え、そうなの。なんだよ、野郎だけかよ。まあまあいいじゃないですか。いや、そうだ、座って。男同士で木更木美希について語り合うのもねえ。まあそうだよね。気を落とすなって、小田ちゃん。別に気を落としては。なんだよ、脅かさないでよ、大家さん。誰？大家さんでしょ。じゃあ誰？あ、もしかして。いちご娘です。やっぱり。ちょっと待てよ、お前。なんでお前がいちご娘なんだよ。あ、おかまか。おかまちゃんが来たのか。おかまじゃないですよ。じゃあなんでいちご娘なんだよ。あの、まあ、たわむれとでも言いましょうか。たわむれだと。お前、俺たちを騙したのか。どういうのもありなんです。あり。自分以外の別人格になりきってコミュニケーションをする、インターネットの世界ではよくあることです。え、そうなの。そうなんです。まあ、私は男だと思ってまして。まあ、僕もですけど。じゃあ、信じてたのって俺だけ。では、あの、一応お詫びに。気持ち悪い、お前。ちょ、ちょっとここ座んないでください。ミキちゃんの席なんで。あ、すいません。じゃあ、5人揃ったんで追悼会始めましょう。ほら、いちごさん、座って。さあ、小田さん、小田さんどうぞ。ピースピース。ほら、やすおさん、ね。ピースピース。では、まず僭越ですが、私からご挨拶を。イエーイ。皆さん、本日は若くして残念ながらこの世を去った我らがアイドル、木更木美希の一周忌追悼会にお越しいただきありがとうございます。今まで文字のやり取りしかしていなかった皆さんにお会いできて本当に嬉しいです。あ、私、木更木美希愛好家家元でございます。普段はしがない公務員ですが、木更木美希に関することなら誰よりも詳しいと自負しております。今日は美希ちゃんを偲んで大いに語り合いましょう。それでは一応乾杯はおかしいですかね、太田さん。天国の木更木美希にということならいいんじゃないでしょうか。そうですね。じゃあ天国の木更木美希ちゃん、乾杯。乾杯。ああ、うまい。じゃあまず自己紹介はね。安尾さん、お願いします。本当にこんな格好でごめんなさい。いいんですよ、まだ気にしてたのかよ。安尾です。本名です。福島で農業やってます。今日は盛り上がりたいと思います。言葉と表情が違いすぎるぞ、あんた。盛り上がりましょうね。じゃあ次、スネークさん。ういっす。俺はスネーク。キサラギミキを愛する気持ちは誰にも負けないつもりなんでよろしく。雑貨屋で働いてます。
たまたま家元さんの作ってるホームページ見て、この会知って来てみようかなって。お互い見ず知らずの人間がこうやってミキちゃんのために集まるってすっげえ素敵なことだと思うっす。今日は飲みます。イエーイ。じゃあ次に小田さんお願いします。ホームページには小田裕二という名前で書き込んでしまいましたが、もちろん本名ではありません。本名は本名なんかいいよ、あんたは小田裕二なんだから。いや、しかしそうですね、もともとハンドルネームでやり取りしていたので本名はいいんじゃないでしょうか。そうだよ、家元康夫スネーク。一番娘小田裕二。いや、待ってください。皆さんはいいでしょう、康夫さん本名だし、家元さんも気に入ってるんだろうし、スネークさんなんてすごくかっこいい。でも私はちょっと照れくさいというか、いちご娘さんもそうでしょ。いや、僕は気に入ってるけど。気に入ってるんだ。僕はいちご娘で構いませんよ。あんたはむしろ変えろよ。ああ、まあ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 、名前変えるとややこしくなるんで、小田さんは小田さんで。そうだ、皆さん、何を隠そう、この回を最初に提案してくれたのはこの小田さんだったりします。さすが、やることも2枚目。やめてください。ありがとうございます。じゃあ、いちご娘さんお願いします。何でもいいんで、ねっ、ねっ。いちご娘です。それだけかよ。もう少し何か。無職です。言わない方が良かったかな、それは。それじゃあ早速皆さんにこれを見ていただこうかな。待ってました。部屋物もたくさんあるんでしょ。ありますよ。何せ如月美紀に関する全てのロスが網羅されてますからね。いちご娘さん食いつきましたね。まあ果たしてどの程度のものか拝見させてもらいますよ。じゃあまず第一巻から。ちょっと安田さん開けちゃいますよ、安尾さん。やっぱり着替えてきます。今さら何言ってんのよ。もうそれでいいよ、あなたは。いやでも、一人だけこんな格好だとなんか気分的にすっきりしないし。いいって。このままでは盛り上がれないんです。こんなトレンディな格好で来てしまった自分がちょっと安尾さん。分かった。あ、そうだ、買ってきます。そこに青山、洋服の青山あったんで喪服買ってきます。別にそこまでしなくても。喪服を着れば盛り上がれるんです。あ、安田さん、ちょっと何なんだあいつ。しかし喪服を着れば盛り上がれるってのもすごいな。このアップルパイもさ、さっきからなんか変な匂いがするんだよな。食べない方がいいですよ、リンゴ腐ってます。あ、やめときましょう。早く、うん。では、キサラギミキパーフェクトコレクション第1巻、まずはデビューから。プレイボーイっすね。で、これはなんだこれ。ソフト胸弾けちゃう。遅れてきた政治家キサラギミキちゃんの登場。なんだよこれ、こんなの見たことねえよ。はい、おっしゃる通り、一般にキサラギミキのデビューは2002年10月3日号の週刊プレイボーイと言われてる。ちょ、写真やめてください。見るだけ。しかし、知られてはいませんが、その3ヶ月前、7月28日号の月刊ホットレモンにすでに紙面を飾っているわけです。これが本当のデビューなんです。メジャーデビューする前か。そしてプレイボーイの星空シリーズとなるわけですが。はあ、いや、俺も密かにかなりのコレクターだと思ってたけど、これは負けたわ。さすが家元と名乗るだけありますね。いや、それほどでもありますけどね。いかがです、いちご娘さん。まあなかなかです。こっちにも珍しいものがありますよ。何せ一般には流通していないものですからね。ミキちゃんが母校の学校新聞のインタビューに答えたものです。おー、
事務所通してない仕事か。デビューのきっかけはスカウトです。すごく迷ったけど思い切って芸能界に。そんなのはどこででも答えてるようなことです。ほらこの辺りなんか実にミキちゃんらしい面白いこと喋ってます。私すごくおっちょこちょいなんです。この間なんかヘアスプレーと間違えて殺虫剤を頭にかけちゃって言っとくけど頭に虫が湧いていたわけじゃないですよ。やりそうやりそう。彼女らしい。すごいな。驚くのは早いです。極めつけを見しちゃおうかな。極めつけ、この上まだなんかあんの。如月美希直筆の手紙。嘘。この僕にやったものです。なんでだよ。なんでお前にターの返事です。僕は3年間優しく僕は3年間毎週必ず1通は送っています。計200通近く書いたことになります。200通。マジかよ。まあそのくらいやらないとこういうものは手に入りません。でも果たしてこれが本人の手によるものであるかどうか。事務所の人の代筆ってことがあるからな。本人の手によるものです。ちょっと乱暴にしないで。漢字が異常に少ない。代わりに誤字脱字が異常に多い。事務所がチェックしていない証拠です。なるほど、本人だな。これは優しく。家元さんのお手紙にいつも励まされています。お仕事で辛いことがあっても家元さんのお手紙を見るとお仕事頑張ろうと思えるんです。ミキの命より大事な宝物ですか。まあ内容はこれ、内容はお世辞だ。そんなのは分かってますよ。家元さん。これさ、コピーもらえない。コピーですか。これは僕だけのものだからな。じゃトレードってのはこれと。ほほう、生写真ですか。生写真、一品物だぜ一品物。これ焼き増しするからさ、そっち込め。確かにこれは本物だ。なかなかの珍品ですよ。やりますね、スネークさん。いいでしょう、トレード成立。 OK。 じゃあ後で。事故娘さんも何かトレードするものがあるのか。当然ありますよ、それは。ほら、サインですか。僕持ってますし、結構出回ってる。キスマ付きじゃないですか。どこで入れたんですか。これはじゃあ、トレードしてもらえますかね。もちろんです。むしろいいんですか、こんな貴重なものを交換していただいて。まあ僕のキスマークなんかでよければ。あんたのかよ。いらないよこんなの。もっとマシなのないんですか。じゃあミキちゃんのカチューシャ。バレバレの嘘じゃないですか。お、大磯ロングビーチ、このイベントは良かったね。あ、僕も行ったよこれ。カメラ持ち込み禁止だったはずでしょう。まあ固いこと言わずに。やっぱいい笑顔してるよな。かわいいなこれ。あ、どうしました。この男僕許せないんだよ、こいつ。あ、マネージャーですか。デブッチャーな。デブッチャー。デブで茶髪デブッチャー。真冬でも汗拭いてんのこうやって、うん、あーやってた。嫌なマネージャーだったね。僕ね彼にね突き飛ばされたんだよ。握手タイムの時ちょっと長く手を握ってただけなんだよ。それなのにさ、話しなさいって言ってさ。確かに厳しいマネージャーでした。ミキちゃんにはふさわしくなかったよ。まあ本人も仕事でしょうから。いやでもこのミキちゃんの垢抜けないプロポーションがいいね。皆さんは見てみたかったですか。何をですか。ヘアヌード写真集ですよ。出るって噂流れたでしょ。見たくないに決まってんだろ。ヘアヌードなんて遅れてきた青春派だぞ。脱いだらダメだよ絶対に。ミキちゃんの最大の魅力は目です。あのパッチリ二重の目、脱ぐ必要なんかないです。うん。あー、このページに来ちゃいましたか。歌ってましたね。ラブレターはそのままで。でも音痴だった。俺朗読してるのかと思ったもん。彼女の歌は無理でした。走ってましたね。思いっきり顔面からこけましたけどね。でも笑ってました。いつだって笑ってるところがいいんだ。ほら皆さん、騎馬戦ですよ。おい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 、泣くなよおっさん。泣くなよ。去年の今日なんですね。なぜ自殺なんかしたんでしょう。皆さんどう思います。如月美希はなぜ自殺を。
知るかよ。仕事が思うようにいかず悩んでいたと新聞には書いてありました。そんな理由で納得できますか？これが自殺をするような子の笑顔ですか？そりゃ納得なんかできねえけどさ。死に方だってそうです。なんであんな死に方をする必要があるんです？他にも楽な死に方はいくらでもあるのに、なぜあんな死に方？ああもうやめてくれ、やめてくれ。この話やめませんか？なぜです？一周忌です。楽しくやりたいんです。一周忌だからこそ話すべきです。思い出すのも辛い人だっているんですよ。私だって辛い。でもこの話題に触れずに行くんですか？皆さんだって気になってるはずでしょう。彼女がなぜ死んだのか。あの子はね、死んでなんかいない。え？ミキちゃんは生きてるよ。僕の心の中に、ここにちゃんといる。いつも一緒に。死んでなんかいないよ。現実逃避だ。現実なんて何の意味がある？自殺の真相を突き止めたところで彼女が生き返るわけじゃないでしょう。何の意味もないんだよ。同感だね。自殺じゃないとしたら、それでも意味ないですか？自殺じゃない。私はこの1年間事件について自分なりに調べてきました。現場に何度も足を運び、可能な限り関係者に話を聞きました。そして得た結論です。如月美希は自殺なんかしていない。殺されたんです。誰に？誰にだよ！警察の見解は誤りだということですか？私は正直警察への怒りを禁じ得ません。あんた私立探偵か？そう思ってもらって構わない。聞かせてくれよ。楽しい雰囲気じゃなくなりますよ。構わねえよな、家元さん。イチゴのおっさん、避けては取れねえ話題ではミキちゃんを殺したやつが分かるかもしれねえ。さあ始めてくれ。では。ほら、どうです？ちょうどぴったりのが吊るしてありましてね。しかもあれですよ、新品だから。水を弾くんですね。さあ、これで心置きなく盛り上がりますよ。楽しみましょうね。あ、コレクション見ちゃいますね。よいしょ。テーマじゃないかから、胸弾けちゃう期待の新星、如月美希ちゃん登場。なにこれ、こんなの見たことないですよ。後にしてもらえませんか？え、あのさ、もうその話題一通り終わったんだ。いや、終わったって俺はまだ何も。これから楽しい雰囲気じゃなくなるのよ。なんで？状況が変わったんです。そんな、せっかく買ってきたのに。小田裕二探偵が喋るから。探偵？ま、何を喋るんですか？誰か説明してやってよ。ね、聞いてれば分かりますから。そうだ、聞いてれば分かるから聞いてろな。ほう、では小田さん、自殺ではないという根拠をお聞きしましょうか。何それ、どういうこと、どういうこと。まず死に方が不可解です。それは確かに丸焼けだもんな。警察の発表は実に曖昧でした。仕事で悩んでいてつい絶望し油を巻き。正確に行きましょう。2006年2月4日夜、タレント如月美希さん、本名山田美希さんは仕事が思うようにいかないことに悩み、自宅アパートにて発作的に自殺を決意。所属事務所マネージャーの留守番電話に、やっぱりダメみたい、私もう疲れた、
いろいろありがとう、じゃあねと遺言を残した後、部屋中に油をまき、ライターにて着火。一酸化炭素中毒および全身やけどにて死亡。彼女の部屋は全焼のみならず、上の部屋まで燃やしてしまった。他に死傷者が出なかったからよかったものの、一歩間違えば大惨事ですよ。彼女がそんなことをすると思いますか？死ぬにしてもせめて人様に迷惑をかけないようにと考えるのが如月美希だと思いませんか？精神的に錯乱状態にあり、冷静な判断を欠いた警察の見解です。何者かが彼女を殺し、油をまいて放火した、そう考える方が自然じゃありませんか？現場も遺体も燃えてしまえば証拠も残らない。そうそうそう、俺もそう思ってたんだよ。遺言はどうなりますか？やっぱりダメみたい。私もう疲れた、いろいろありがとう、じゃあね。マネージャーの留守電にメッセージを残してるんです。あ、犯人がミキちゃんの声を真似て喋ったんじゃねえかな。犯人はモノマネ名人なんだよ。やっぱりダメみたい。声紋鑑定もしてます。犯人が如月美希に喋らせたんじゃないでしょうか？脅して遺言を強要したんです。そうか、その手があったな。根拠がなさすぎますよ。犯人の心当たりでもない限り単なる空想にすぎません。犯人の心当たりね。あるの？皆さんはご存知ないでしょう。如月美希が悪質なストーカー被害に遭っていたこと。え？ストーカー？お前何やってんだよ、どうしたんだよ。気持ち悪いんですか？アップルパイ腐ってましたよ。トイレいいですか？トイレ出て右です。あ、すいません、あの、続けててください。すぐ戻りますんで。戻ってこなくてもいいけどな。小田さん、ストーカー被害というのは？いや、それマジかよ。自宅付近で怪しい男が何度も目撃されています。のみならず一度、これは事件の1週間ほど前ですが、如月美希の留守中に寝室の窓から何者かが侵入した形跡もあります。美希ちゃんの寝室に？空き巣ではなく金品は盗まれていなかったそうです。代わりに溜まっていた食器が洗ってあり、ベッドの掛け布団がきれいに畳まれていた。お母さんみたいなやつだな。変態野郎ってわけだ。2月4日、つまり事件当夜も駆けつけた消防隊の話によると、寝室の窓は開いていたそうです。あの日も忍び込んだのか？隣の部屋の住人が男の声が聞こえた気がするとも証言していたそうです。異常者が手の届かない相手を殺害することによって自分のものにしようとする例はいくらでもあります。あるいはヘアヌード写真集の噂が犯行の引き金かもしれない。間違いねえよ、犯人はそいつだぜ。警察はなんでそんなことを見逃すんだよ。私は何度も再捜査を依頼した。だがもう結論の出たことだからの一点張り、取り合ってもらえませんでしたよ。お役所仕事そのものだ。警察は会社じゃないはずなのに、なんで正しいことをしようとしないんだよ。やっぱあの人に憧れてるでしょ。今のは偶然ですよ。なかなか面白い話ですね。面白い話？小田さん、その情報はどこから得たものですか？デブッチャーか。マネージャー本人から直接聞いたんですか？そうです。こりゃ間違いねえな。彼のでっち上げかもしれません。はい、なぜ？タレントに自殺されたマネージャーの責任逃れでしょう。ミキちゃんがストーカー被害に遭っていたなんて話聞いたこともありません。プライベートなことです。あなたが知らなくて当然だ。警察にも通報していないのはなぜです？警察には通報したそうです。していません。したんです。していない。警察にそんな記録は一切ありません。あなた何なんだ？なんであなたがそんなこと言い切れるんですか？
警視庁総務部情報資料管理課勤務です。マジかよ。警視庁総驚いた。しがない公務員なんて言ってたくせにな。しがない公務員ですよ。父は警視総監ですけど。しがなくないぞそれ。警察に如月美希のストーカー被害に関する報告は一切ありません。如月美希に関するありとあらゆる調書資料に目を通したこの僕が言うんだから間違いありません。全てに目を通したんですね。はい。僕も初めは自殺を疑っていましたからね。でも他殺の可能性を示す要素は一切見つからなかった。もちろんストーカー被害の報告もありません。日本の警察も結構ちゃんとしてるみたいだぜ。警察に資料がなくても何ら不思議ではありませんよ。むしろ当然だ。どういうことですか。処分したからです。ストーカー被害に関する情報すべてを。処分。いいですか。如月美希のマネージャーは。待った。デブッチャーで行こうぜ。デブッチャーはストーカー被害に遭っていることを何度も警察に相談していました。しかし警察は調子のいい返事だけして何一つ対策を講じてはくれなかった。その責任回避から関連情報を隠蔽したと。そういうことです。だとすると警察もまた共犯ということになります。その通り。そんなことあるはずがない。ちょっと待って、話わかんないんで置いてかないでくれよ。あなた方が何らかの対策を取ってくれていたらあの事件は起きていなかった。いわば如月美希を殺したのはあなた方警察なんだ。そうかつまりこういうことだよ。警察はストーカー対策を怠った責任を逃れるためにストーカーのことを隠蔽し自殺として片付けた。だからそう言ってる。そっか。でもこれは問題だぞ。だってそうだとしたら警察も共犯ってことになるじゃねえか。それを言ってたんだ。そこまで言ってたの今。あんたたちすげえな。ご意見を聞きたいですね警察の方。おいおい、お前んとこはどうなってんだよ。根拠のない憶測に過ぎない。可能性はありませんか。ない。全くないと言えますか。言えるのか。警察はそんなことはしない。警察はそういうことをする。あなただって本当はそう思ってるはずだ。そうだ。あなたも自分の目と耳で調べればいい。すぐに私と同じ結論にたどり着きます。たどり着くぞ。資料を読んで分かった気になっているが本当は何一つ分かっていないんだ。分かってねえんだ。事件は現場で起きてんだ。事件は。あんたやっぱり憧れてるでしょ。憧れてて悪いか。やめてくれ。いちご娘さん、お邪魔しました。帰るの？とても聞いてられない。警察官にストーカーだの、もううんざりだ。失礼。もう少し言ってくれませんか。僕は今日ミキちゃんのことを語り合いに来ただけで醜い罵り合いを聞きに来たんじゃない。どきたまえ。逃がさねえよ。は？逃がさねえって言ってんだよ。何を言ってんだ。ちょっと小田さん、聞いておかすことないだろう。帰りたい奴は帰らせりゃいいよ。家元さん、証拠も何もないとおっしゃいましたよね。お見せしますよ、証拠。証拠とは。自供させます。犯人、つまりストーカー自身に。ストーカー自身。はぁ、なんだって。小田さん、滅多なこと言うもんじゃありませんよ。バカバカしい。君頭おかしいんじゃないのか。お、なんか言ってる。バカ。このストーカー野郎。何を根拠で。そんなストーカー呼ばれするんですか。大臣賞だ。そんな理由。こいつを初めて見た時怪しいと思ってたんだよ。この醸し出す雰囲気、まさにストーカーそのものだ。お姉さん。冷静になりましょうよ、ね、いやいやいや、もう参りましたよ。なかなか終わらなくて、もう上からも来るわ、下からも来るわ、もうどっち便器向けようかっていう。なんか状況が激変してる。すいません、どなたか簡単に状況を。ストーカーだったんだ。ストーカー。誰が。いちごさんが。そうと決まったわけではありません。家元さんは警察の人で隠蔽してたんだよな。警察隠蔽。一体どういう。また来た。すいません、続けててください。すぐ戻りますんで。もう戻ってくんな。こんなことしてただで済むと思うな。家元さん、彼らの声は明らかな名誉毀損ですよ。お前に名誉なんかあんのか。俺ら、おい、待たなよ。スネークさん、小田さん、ちょっとひどいですよ。彼はストーカーです。何をもってそう言うんですか。第一印象ですか。理由はあります。ほら見ろ、理由があるんだ。いい加減なこと言うなよ。そもそも私がこの会を提案したのもこの男をおびき出すためでした。
以前から疑っていたものです。疑ってたんで、お見通しだったんだ、おめえは。以前からって初対面でしょ。ホームページの書き込みです。書き込みだ、これ。家元さん、いちご娘さんのこの書き込み覚えてますか。ほらほら、まだまだ続くぞ。小田裕二名探偵の演説だよ。あなたちょっと黙ってて。すまん。2006年1月28日の書き込みです。こんばんは、いちご娘です。最近私はアロマキャンドルにハマってます。ミキちゃんの影響かしら。皆さんも試してみてはよく眠れますよ。これあなたの書き込みに間違いないですね。それがどうした。そんな書き込みばっかしやがって。お前アロマキャンドルつらか。おい、僕はアロマキャンドルにハマっちゃいけないのか。いけないね。お前なんか毎日ここで十分だ。あなた黙っててって。すまん。ここにはミキちゃんの影響かしらと書いてある。あ、そうだよ。マネージャー、いやデブッチャーに聞いたところ、確かに如月美希はアロマキャンドルにハマっていたそうです。毎晩寝る前に焚いていたと。問題はそれをなぜあなたが知っていたかだ。なんかのインタビューで読んだんでも、そこにあるだろ。そこに。家元さん、喋ってますか。如月美希は何かのインタビューでアロマキャンドルについて喋っていますか。いえ。喋ってるんだよ。喋っていません。あんただって 100% 完璧にチェックしてるわけじゃないだろ。 100% 完璧にチェックしてるつもりです。如月美希の部屋にストーカーが侵入したのが1月26日。この書き込みの2日前です。あなた、彼女の部屋でアロマキャンドルを見たんじゃありませんか。違うよ。2月2日の書き込み、ミキちゃんの影響でキタキツネ、ラッキーチャッピーのグッズを集めてます。はい、確かに彼女はラッキーチャッピーのファンでグッズを集めていたそうです。しかしこのこともインタビューでは喋っていません。あなた、彼女の部屋でラッキーチャッピーグッズを見たんでしょう。違いますか。答えろよ。答えてください、いちご娘さん。偶然の一致だろ。はぁ、僕とあの子は心と心が通じ合ってるから分かるんだよ。ふざけたこと言ってんだよ。そんなことないと証拠ないんだよ。物的証拠は何で。そんなもんな。物的証拠ね。あるの。デブッチャーによる家宅侵入された際の如月美希の証言です。金目のものは一切取られていなかった。しかしただ一つ、いくら探しても見つからないものがあると。あ、まさかまさかの ブラ的なもの。愛用していたパンツ方面だ。パンツ入ってくる。カチューシャ。ミキちゃんのって言いましたよね。言ってないよ。いや、言いましたよ。もしかすると一つや二つは如月美希の指紋が残ってるかも。それは貴重な証拠品でしょ。そうですよね。分かってますよ。もう俺たちの指紋しか残ってねえと思うけどな。指紋なんかどうでもいい。彼の今取った行動こそが何よりの証拠ですよ。できないからね、決まってるでしょ。この子に呼んで収容しろと言うんですか。どうするんですか。今この場で裁きます。裁くとは。ええもんならやってみろ。やってやるぞ。やめなさい。こいつは如月美希を殺したんだぞ。ニックなのか。それは憎いけどさ。そんなことしたらあなたが犯罪者ですよ。僕は見逃すことはできない。カモン、彼女の敵が取れたらそれでいいんだ。逮捕しろよ。俺はこいつを殺す。小田さん、小田さん、小田さん、責任を持って必ず再捜査します。僕が約束します。だから警察には任せてください。小田さん、小田さん。小田裕二、
気持ちは分かるがそうしようだ。どうせこんなやつ死刑なんて捕まるんじゃないか、こんなストーカー野郎。いちご娘さん、正直に話してくれますね。正直にだぞ。あなたは如月美樹に対しストーカー行為をしていたことを認めますか？認めますか？何？もうここに及んで何言ってんだお前は。僕はストーカーなんかじゃないよ。僕は前の道から2階のミキちゃんの部屋を毎日見守ってただけだ。それをストーカーって言うんだよ。ストーカーと見守るのとは違うだろ。いいでしょう、見守っていたということにして。では事件の1週間前、ミキちゃんの部屋に侵入したことを認めますか？侵入するつもりなどなかったよ。あの日ミキちゃんは窓を開けっぱなしで出かけてしまった。僕は閉めてあげなければと思った。だってそうだろう、万が一頭のおかしなストーカーが入り込んできたらどうすんだよ。それがお前なんだよ。僕はただ窓を閉めてあげようと思っただけだよ。でもな、鉄柱をよじ登ってたらベッドがこう乱れてるのが見えたんだよ。そうなったらお前当然畳んであげなきゃって思うだろ。お前思わ、布団畳んだんだ。ああ食器洗ったんだ。もうな、詳しく聞かせて。ミキちゃんどんな感じ？そうね、いや結構可愛い部屋です。枕元にアロマキャンドルがあって、うん、食器は全部ラッキーチャッピーのやつです。そうなんだ。それから他の部屋とか行ったのか？あの奥に何つうんだろう、ウォークインクローゼットっていうの、そのちっちゃい物置部屋があって、うん、そこに脱ぎ散らし貸したこう服とか下着とか山のようにあってさ。下着、うん、その下着になんかしてないよね。え、なんかっていうのは？だからだな、卑猥的な猥褻的なことをしてないよね。だからそんな、うん、全部畳んどいたよ。畳んだのか。それだけだよね。匂いとか嗅いじゃったりはしてないよね。だからさ、でもいい匂いだったな。したのか。でもそれだけで帰った。まあ記念に何か欲しくてカチューシャを持って帰ってきてしまったが、去年の今日、2月4日は、そうだ、ミキちゃんが死んだ日は。また忍び込んで彼女を殺したんだろ。部屋に入ったのは一度だけだよ。あれ以降二度と入ってないよ。あの日もお前が目撃されてるんだよ。確かにあの日も前の道からミキちゃんを見守ってた。でもそのまま帰ったよ。嘘をつくな。また暴力か。一応娘さん、ミキちゃんが死んだ時刻、夜の11時頃はどこで何をしていましたか？足立警察署にいましたよ。足立署？留置所だ。身分証ありますか？ああ、いいから、早く、いいから。身分証だ。ああ、もしもし、どうも。あ、お世話になっております。あの、すいません、ちょっと調べてほしいことがあるんですけれども。時間の無駄だ、はいはい、彼女が死んだこともな、警察署の次の日の朝のテレビのニュースで知ったんだよ。そんな嘘どうせすぐバレるぞ。嘘だったら殺すなりなんなりしないじゃないか。殺さなくたってお前なんか死刑なんだよ。ミキちゃんのそばに行けんならそれでもいいよ。甘い甘い、一緒になんか行けないよ。ミキちゃんは天国、お前は地獄だ。はい、はい、そうですか。はい、わかりました。どうもありがとうございます。はい、失礼します。確かに留置されてました。無銭飲食です。アリバイ成立というわけですね。嘘だ。確かです。いちご娘さんは犯人ではありません。さて、どう謝罪してくれるのかな。どうすんだよ、小田ちゃん。俺、小田ちゃんに乗っかっちゃったんだからさ。どこかに真犯人がいるはずだ。どう謝罪してくれるのかな。隣の人が男の声を聞いてるんだ。あんた、往生際悪いな。小田さん、その証言は眉唾です。いるんだ。その声はね、あいつの声だよ。あいつ何か見たのか。どうかな、ちゃんと謝罪してくれたら。まあ、いいから話せ。分かったよ。あの日、ミキちゃんの部屋を見上げてたら、若い男が訪ねてきて、
ミキちゃんは出迎えになる嬉しそうな笑顔で抱きついて、そのまま部屋の中に連れ込んだ。え？それってミキちゃんの彼氏ってことですか？まさか。それは僕もショックだったよ。でも考えてみたら彼氏くらいいて当然だ。そう自分に言い聞かせて帰った。でもやはりどうにもやりきれなくて、飲み屋で飲めない酒を飲んで気がついたら所持金はゼロだ。それで留置場に。どんな男でした彼氏？それがまたチャラッチャラした軽薄そうなやつでさ、あんなのどこがいいんだか。あいつが殺したのか。ミキちゃんに別れ話を持ち出されて。そうだよ、あの子がいつまでもあんな男に騙されてるはずがないんだよ。それで逆上して殺したんだ。その可能性はある。でも今からそいつを見つけ出すのは。男の特徴は、なんていうんだこの頭がほら髪の毛がこう鳥みたいな。もう引かん。そう今時も引かん。茶髪で先っぽの方だけ赤くして。そう、でも全然似合ってなくて。そう、薄気味悪くて。そいつだよ。あんた知ってんのか。いや今知ってたじゃないかよ。なんで知ってんだろう。どこかで会ってるんじゃ。さあ思い出したまえよ。おい、ついさっき会ったよな。あ、生写真。スネークさん、生写真ですよ。何してんの。生写真ないない。あ、人のものを勝手に見るな。いいからいいから、これでさ。犯罪後ろで長指立ってる。この人、こいつ間違いない。こいつだよ。確かに全然似合ってない。スネークさん、これどこで手に入れたんです。え、どこっていうか、まあ答えるんだよ。重要な手がかりなんですよ。もらったっていうか、なんか拾ったっていうか、なんかちょっとっていうか、それ分かんねえから。顔動かさない。中指立って、中指ベロ出して、ベロ。やっぱり。その頃さ、バンドやってたもんでさ。お前がミキちゃんの彼氏。うん。お前がやったのか。やったの。銃は？銃した？下入れたの？ねえ、B は？飲んだ？いやー、これで。また状況変わってるんだ。タップしてますよ、山田さん。あら、一応目指せた。死んじゃいますよ。簡単にでいいんで。ですから、いちご娘さんは犯人じゃなくて、部屋にいたのは彼氏で、彼氏はモヒカンで、モヒカンはスネークさんだったんですよ。あなたは展開に完全についてこれてないから黙って見てなさい。真に受けんなよ。正直に話せ。キサラギミキとの関係を。と友達だよ。っていうか、客と店員。ほら俺、雑貨屋で働いてるって言ったろ。ミキちゃんさ、うちの店の常連客だったんだ。で、いろいろ喋ってるうちに仲良くなってさ。で、俺ずっとタレントってことも知らなかったんだよ。嬉しそうに抱きついてただろ。ただの関係じゃないよ。あんたよく見てなかっただろ。ミキちゃんはな、俺に抱きついてたんじゃないんだ。あんただけだよ。あんたしかいなかったろ。俺じゃない。ラッキーチャッピーだ。ラッキーチャッピー。ラッキーチャッピーが実在するか、バカ！ボトルセット。ミキちゃんは俺の持ってた北狐ラッキーチャッピーのボトルセットに抱きついてたの。ボトルセット？6本入りのやつ入荷したら教えてって言われてたんだよ。ミキちゃんさ、うちの店でラッキーチャッピーグッズ買ってたから。
俺は配達に行ったんだよ。なんで部屋の中まで入る必要があるんだよ。だってミキちゃんさ、ボトルにハンドソープとか詰め替えるんだって言ってたから、手伝ってあげようかって言ったらお願いって言ったのか。部屋入ったんだ。ハンドソープから台所洗剤、サラダオイル、オリーブオイル、頼まれてないやつも片っ端から全部詰め替えちゃった。へえ、そうなんだ。そしたら台所にゴキブリが出てさ、ミキちゃんがキャーなんて言うから、で俺やっつけてやったら、ありがとう素敵なんて言われちゃってさ。へえ。その後はお茶ごちそうになっちゃった。お茶ももらったんだ。その後は家に帰ったよ。彼女が死んだ時刻は何してた。店にいた。今家に帰ったっつったろ。ボロが出たよこいつ。違う、店長に呼ばれて戻ったんだよ。地震があったろあの日。地震？そんなものはないよ。あったよ。あったの？大して大きなやつじゃなかったけど、ほら写真見て分かる通り、うちの店は商品がごちゃごちゃ並んでるから、一個でも倒れるとドミノ式に全部ごちゃごちゃって倒れちゃうんだよ。で店長と二人で朝まで直してたんだよ。ミキちゃんが死んだのを知ったのは俺も翌朝のニュースだ。だけどさ、疑うなら店長に聞けよ。じゃあよ、分かった分かった、ほら証言してくれよ絶対に。確かめなくていいのかよ。疑う余地ないだろ。僕ん時は全然信じなかったじゃないかよ。あんたが見るくらいに怪しいからな。なぜ黙ってた、如月美希と面識があることを。いや、言おうと思ってたんだよ。タイミング見計らって自慢してやろうって思ったんだけどさ、なんかどんどんそんな雰囲気じゃなくなっちゃうし、下手なこと言ったら疑われそうだからさ。あんた怖いんだよ、もう大王子。一ファンみたいに装っちゃってさ。いや、一ファンだよ。友達じゃん、君も部屋入ってんじゃん。俺は台所だけだもん。まあ、あいつは他の部屋も全部入ったけどね。だが僕はお茶をいただいてないぞ。ストーカーにお茶は出さないから。ストーカーじゃなくて見守ってたんだって言ってるだろ。いいよな、二人とも。ミキちゃんって普段どんな感じ？それがもうすげえ気さくでさ。どんな話したの？どんなって、まあ別に軽く告ったくらい。告ったの？軽くだよ軽く。まあ即振られたけどね。当たり前じゃん。当たり前バッカだな。この人告ったんだってバッカ。恋人がさ、恋人がねいるんだよ。恋人？クッキー焼いてたんだ。いつも支えてくれてる大切な人に送ってあげるんだって言って、そいつの誕生日なんだろうな。まあどんなやつか知らねえけどよ。ヤックン。ヤックン？幼馴染で初恋の相手ヤックンだ。結婚の約束もしてるって言ってた。結婚？そうなんだ。ジョニー・デップに似てるんですなんて照れながら言ってたっけ。純愛ですね。うん、ミキちゃんらしいや。まあそういう相手ならば僕も許す。あんたに許す権利はないけどな。ちょっと待った、織田裕二さ、なんであんたそんなことまで知ってんだよ。そうだ、確かにあなたの知識はファンのレベルを超えてる。そう、どういう関係？ねえ、どういう関係？ねえ、私のことはいい。言いたまえよ、みんな正体バラしたんだからさ。ねえ、ファンと何者なんだよ一体。ちょっと逃げるなよ。おい話しなさいって。話しなさいって。あなたに突き止めされるためにね、さっきからなんかこうデジャブが起こる。まさかさ。いや、ちょっと多いぞ。どれこれ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっとストップ。この1年で55キロ落ちた。55キロ。何ダイエットそれ。ストレスだ。ミキに死なれて以来6人飯が喉を取らない。私はミキを殺した真犯人を見つけ出しこの手で復讐する。
そのことだけを考えてこの1年費やしてきたんだ。体重も減るさ。道理で詳しいはずだ。あんたが真犯人だと思ってたのに、私のこの1年は一体何だったんだ。すまんね、ご期待に沿いなくてね。じゃあもう真犯人ってことにしてあげたら。冗談じゃないよ。本当に私は諦めない。絶対に真犯人を見つけてみせる。何が如月美希愛好家家元だ、何が美希ちゃんに関することなら誰よりも詳しいですだ。僕より美希ちゃんに近い人物がどんどん現れる。いい気になって知識をひけらかしてた自分が滑稽だ。いや、そう言うなって。家元さんのコレクションマジすごかったもんな。まあね。でもあんたたちはミキちゃんと個人的な接点があるじゃないか。いちご娘さん部屋入ってるし、下着畳んでるし、スネークさん仲良しだし、こくってるし、小田さんに関してはマネージャーだもん。タレントと二人三脚のマネージャーだもの。僕なんか所詮写真と記事を切り貼りしてる虫けらさ。何も虫けらってことはねえんじゃねえか。私より詳しい部分もありましたよ。ほら、ただ一つ言わせてもらうと、あなたミキの最大の魅力はパッチリ二重の目だと言っていましたが、あれプチ整形です。え、プチ整形。やっぱり虫けらだ。この中で僕がミキちゃんから一番遠い。もう一人いますよ。安尾さん、いつ戻ってきてたんですか。ヤッコンの下りあたりから。あなただけが味方だ。僕たち二人だけだったんですよ、ミキちゃんと個人的な接点ないの。安尾さん、和田さん、真犯人なんていないんです。警察の言う通り自殺だったんですから。なんか急に中心に入ってきたぞ。ほっとかれて寂しかったのは分かるが、無理に議論に参加しなくていい。いえ、あいつは自殺なんです。あんたが何を知ってるってんだ。毎日電話で相談に乗ってましたから。プチ整形する時も俺は反対したんですよね。一重の方が可愛いって。それなのにミキッペのやつ。ミキッペって安尾さん。安尾って本名だったよね。うそ。ミキちゃんの地元って福島。よく一緒にお菓子作ったっけ。うそ、うそだ。やめて、やめてよ。ヤックンです。うそだー、うそだー。どこがジョニーデップなんだ。ミキッペが言うには後ろ斜め45度の角度から見るとちょっと似ているそうです。わからない。そもそもジョニー・デップをこの角度で見たことがない。恋は盲目だな。あ、そうだ、嘘じゃない証拠に。これ子供の頃一緒にお風呂に入った時の写真です。うわー、確かにミキだ。本当に一重まぶただ。全然だ、全然。まあ子供の時ですから。全然。僕のコレクションにどの写真よりも強力だ。そして結局僕が一番ミキちゃんから遠い。結婚の約束をしてたの。約束といっても可愛いもんです。お互い子供でしたし。子供の約束、その手の類ね。まあミキッペは本気だったみたいですけどね。あっそう。ああ、ずっと黙ってるんだもんな。いや、言いたくても話に参加してなかったもんですから。話戻していいですか。あ、そうだよ、ミキちゃんは自殺だって言ってたな。小田さん、いや、デブッチャーさんか。その呼び方やめてほしい。現にもうデブじゃねえしな。じゃあ、痩せっちゃーさん。無理に作るな。小田裕二でいい。いや、小田裕二がいいんだ。小田さん、もし真犯人がいるとすれば、それは
あなたですよね。どういうことだろう。一平を死なせたのは小田さん、あなたじゃないですか。何を言ってる。分かってるでしょう。分からんね。認めろよ。あんたが殺したんじゃないか。ちょっと安藤さん、来るな。こいつがミキッペを殺したんだ。どうしちゃったの。彼こんなことになってか。おい安藤さん、小田さんがミキさんに何をしたって言うんですか。ミキッペは、お前は俺に電話をかけてくるために言ってたんだ。マネージャーが超怖い。マネージャーマジ鬼みたい。もう死んでしまいたい。それでミキが死んだと。あんたが追い込んだんだ。マネージャーが厳しいのは当たり前だ。ミキはそんなことで自殺するような子じゃない。ヘアヌード写真集勝手に発売を決定したでしょ。なんだって。あいつも納得した上で決定したんだ。嘘だ。本当だ。あいつは自分でやると。そんなわけないだろ。遅れてきた成人派だぞ。あいつ泣いてた。何度も断ったのにマネージャーが勝手に決めてしまったって。みんなに迷惑がかかるからもうやるしかない。どうしよう。ヤックン許して。ヤックン許して。小田裕二。小田さん、なんて男だ。あいつは強い子だ。そんな悩んでそう振る舞ってただけだ。明るい自分を必死で作ってたんだよ。本当は泣き虫で落ち込みやすくて死ぬほど苦しんでたんだよ。芸能界なんて俺は初めから反対だったんだ。あんた、あいつがなぜ俺の反対を押し切って芸能界入りを決めたか知ってるか。四つの時生き別れた父親に成長した自分の姿を見せたかったからだ。ヘアヌードなんてやりたいわけないだろう。何してくれてんだよ小田裕二。いや、デブっちゃ、いや、痩せっちゃ。あなた、自分のせいでミキちゃんが死んだこと認めたくないだけじゃないですか。警察のせいにして真犯人でっち上げて自分のせいじゃなかったことにしたいだけじゃないですか。お前が追い込んだんだよ。ダメろ。安尾さん、やりなよ。あんたにはこいつに復讐する権利があるぜ。こいつの罪は法では裁けない。家元さん、目をつぶるだろ。愛してたんだ。あの子を何としてもスターにしてやりたかった。ブレイクさせてやりたかったんだ。それがいけないことですか。ブレイクしないまま消えてたタレントを私はたくさん見てきた。歌も芝居もできないんだぞ。ヘアヌードでもやらせて話題を作らないと。それしかないでしょ。それが間違いだったって言うんですか。ねえ、あんたらだってミキをスターにしたかったんだろ。このまま B 級、いや C 級、いや D 級タレントのまま終わっちまったらそのお父さんにだって伝わらないだろ。そうだろ。このまま消えちまってよかったって言うのかよ。よかったですよ。死なれるよりはマシだ。売れずに引退して田舎の主婦になって。そういうミキちゃんを遠くで静かに応援していたかったです。いつまでも。殺してくれ。俺を殺してくれ。いいのかよ。ミキッペは帰りません。あんたに死ぬ権利なんかないよ。
ミキちゃんに悪いと思うならその気持ち一生背負ってください。俺も同罪です。無理やりにでも福島に連れ戻すべきだったんだ。きっとあいつも内心はそうしてほしかったんだ。ごめんな、ウキッペ。僕たちも同罪かもしれません。なんで？小田さんだって僕たちファンのために無理してミキちゃんに頑張らせてたわけですし。でもそれはさ、僕たちがいなかったら、全然ファンがいなかったらミキちゃんすんなり引退できてたかもしれません。生地ファンがいたから僕なんかファンレター200通も出しちゃって。彼女の気持ちも知らないで頑張ってください頑張ってくださいってこっちの思い一方的に押し付けちゃって、僕も彼女を追い込んだ一人だ。安尾さん、美希ちゃん電話でそういうこと言ってなかった？200通も送ってきて超きしょいとか。いや、そういうことは別に。きっと心の中では思ってたに違いないよ。送んなきゃよかったな。毎日どんなことを話してたんだい？電話で。大抵マネージャーさんの悪口で。最後の日は去年の今日も話した？はい。どんなこと？やっぱり小田の悪口か。え、あの日は笑っちゃうんだけど、ミキッペの部屋にゴキブリが出まして。また？え、スネークさん殺したのに？あ、いや、あの本当は殺せなかったんだ。俺さ、あのゴキブリ釣りはすげえ苦手だよ。あいつ雑誌丸めて叩き潰そうとしてたみたいですけど、すばしこいらしくて。それ無理だ。で、殺虫剤はないのかって言ったら。殺虫剤が一番空っぽで。何やってんねん。ヘアスプレーと間違えて使っちゃったからじゃないですか。そうか、おっちょこちょいやんだよな。で、どうしたの？それで、あ、そうだ、ママレモン。ママレモン？台所洗剤です。あれかけると苦しんで死ぬよって。マジで？死にますよ。だが言っとくが、ミキちゃんちのはママレモンではなくてファミリーピュアだった。どっちでもいいよそんなのは。よっしゃやってみるって言って台所洗剤持ってゴキブリを追いかけ回してたみたいです。うん、それで殺せたの？わかりません。なんで？キャッチ音が入って誰かから電話がかかってきたから後でかけ直すねって切れちゃったんで。誰だよこんな時に。私です。翌日のスケジュールの確認を。またお前か。結局ゴキブリは殺せたのかな？それきりかかってきませんでしたから。気になるな。どっちみちその直後に自分が死んじゃいました。そっか。火事でゴキブリも死んだろう。相打ちだな。安尾さん、それ何時頃ですか？は？ミキちゃんがゴキブリを追いかけてたのってミキちゃんが死んだ日の何時頃のことですか？夜の確か10時35分。私がスケジュール確認の連絡を入れたのが午後10時35分。警察にも話しました。確かに小田さんが電話を入れたのが10時35分。その後美希ちゃんの方から小田さんに電話をかけてきた。やっぱりダメみたい。私も疲れた。いろいろありがとう。じゃあね。それが10時55分です。それがどうかしたの？10時35分の時点ではゴキブリを追いかけてて、10時55分には遺言を言う。たった20分でそんなに気持ちが変わるもんかな。急に思い立つもんなんじゃねえか、自殺なんて。マネージャーの仕事の電話で現実に引き戻されたんだな。それだ。
やっぱりお前のせいなんだよ。どうしたんですか、家元さん。なんか引っかかるんですよね。ミキちゃんは安尾さんに後でかけ直すねって言ったんですよね。はい。なぜかけ直さなかったんでしょう。自殺を思い立ってそういう気分じゃなくなったんだろ。でも小田さんにはかけてる、遺言を残してる。小田さんに遺言を残してなんで安尾さんには言わなかったんでしょう。うん、そのことに関して言うと私にも疑問な点が。何です。ミキは私に対していつも敬語を使っていました。言葉遣いはいつも厳しく言ってましたから。なのに遺言は。やっぱりダメみたい。私もう疲れた、いろいろありがとう、じゃあね。そんな言葉遣い私にしたことありません。死のうという時に言葉遣いなんか気にしてられんよ。そうかもしれませんが、なんかしっくりこないんです。私に対して言ったような気がしなくて。あ、あ、どうした。安尾さんに言ったんじゃないのかな。は、小田さんじゃなくてミキちゃんは安尾さんに電話をかけたつもりだったんじゃないのかな。ほら、経験ありませんか。携帯でかけ直すときリダイヤルと着信履歴を間違えちゃう。一個前にかけた相手にリダイヤルしたつもりがかかってきた相手にかけ直してたね。ほら、それで全部説明がつく。確かにそんな間違いはしょっちゅうでしたが。でもだったら何だっていうの。あの子が遺言を残して自殺した事実に変わりはない。違いますよ、全然違っちゃいますよ。遺言じゃないかもしれない。小田さんに言ったなら遺言だ、でも安尾さんに言ったなら意味が違う。なんで。全然わかんないよ、さっきから。バッカだな。安尾さんと話してた内容を思い出してください。なんだっけ、なんだっけ。ゴキブリ。そうだ、ゴキブリ追いかけてたんだ、ママレモンで。ママレモンじゃなくてファミリーピュアね。ああ、そうです。ミキちゃんは安尾さんのアドバイスに従ってママレモンでファミリーピュア20分間ゴキブリを追いかけた。で、安尾さんに電話して言ったんです。やっぱりダメみたい。私もう疲れた、いろいろありがとう、じゃあね。ダメって、ゴキブリやっつけるのがダメってこと。そうですよ、ゴキブリ退治に疲れた。そう、遺言じゃないってことは自殺じゃない。小田さん。いや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 、だって現に部屋中に油をまいて火をつけてるんだし。部屋中にまいたのは油じゃなくてママレモンだった。ファミリーピュアだからね。ママレモンじゃ燃えないでしょ。ファミリーピュア、わかんないよ、ママレモンでも火だからファミリーピュアだ。つかないよ、ママレモンじゃつきませんね、ママレモンは。もういいよ。くそー、じゃあママレモンとサラダ油を間違えてまいたのかも。あいつおっちょこちょいだから。それだ、いくらおっちょこちょいでもママレモンとサラダ油は間違いない。入れ物が全然違うんだから。そうだよな。入れ物違わないんじゃ。え、詰め替えたって言いましたよね、ラッキーチャッピーのボトルに。あ、うんうん、俺あの片っ端から全部詰め替えた。スネークさん、よく思い出してください。ママレモンのボトルとサラダ油のボトル、そっくりだったんじゃないですか。全然違う。違うんですか。うん、サラダ油のはラッキーチャッピーがミルク飲んでるやつで、ママレモンの方はラッキーチャッピーがトウモロコシ食べてるやつだもん。全然違うよ。それだけの違い。うん、形は。形は一緒。そりゃ間違えても仕方ないですよ。そうですね。え、俺のせい？小田さん、これは自殺じゃないかもしれませんよ。火はどうして着火したのか。それは何かの拍子で。そんな理由じゃ。待ってください、最初から行きましょう。ミキちゃんはゴキブリ退治に疲れ果てて、もう寝ちゃおう、もう寝ちゃおう。で、アロマキャンドル。アロマキャンドル。寝ようとしてアロマキャンドルに火をつけた。その日が何かの用事で。何の用事。地震。地震だ、地震で倒れたんだ。自殺じゃない、
自殺じゃねえぞこりゃ。これは事故死。小田さん、ミキちゃんは自殺じゃない。あなたのせいで死んだわけじゃありません。なんか無理やりな気がする。でも一応筋は通る。運が悪かっただけ、それとおっちょこちょいだっただけ。あまりに都合のいい仮説だ。都合のいい仮説って何が悪いんです。みんなが一番納得できる仮説です。あなたも罪の意識から解放される。実際何が起きたかなんて今となっては誰にも分かんないんですから。如月美希の死の真相はとっても不運なる偶然の積み重ねと天性のおっちょこちょいによって起きた事故死。いかがですか皆さん。はい。だとすると余計なことした俺のせいなんじゃ。いえ、それを言ったらママレモンで殺せなんて無責任なアドバイスをした俺のせいでもあります。それを言い出したらゴキブリが出るような部屋に住ませていた私のせいとも言える。いや、元を正せば僕の責任なんだ。いや、いちご娘さんにはこの場合責任ないでしょう。あるんですよ。そうか、あの部屋にゴキブリ持ち込んだのお前だろ。違うよ。忍び込んだ時にポケットから一匹落ちたんだよ。バカなこと言ってんだよ。可能性はある。ないだろう。じゃあどんな責任か。僕がしっかりしてれば、そもそも芸能界なんか入ることもなかった。あの子の運命を変えてしまったのは一五娘さん。あの子の人生を狂わせたのはこの僕なんだ。僕が解消ないばっかりに、あの子の母親は愛想を尽かしてあの子を連れて福島の実家へ帰った。ミキが4つの時に。それはつまりあなたがミキッペのパパ。お恥ずかしい限り。ストーカーじゃなく本当に見守ってたということか。もう何でもいいや。お父さん。はい、お父さんね。てかここにいるの僕以外全員身内じゃん。ミキちゃんの純然たるファンってこの世界に僕だけしかいないんじゃないかな。まあ結局あれだ、ここにいる全員の責任ってわけだ。あ、はい、そうです。やっぱりこの件に関しても僕だけ全く関わってません。いやほらほら、あなただってさ、ほらほらほら、あのあれだよ、あれ。やっぱ無理だ。小田さん、俺小田さんに随分ひどいこと言ってしまいました。罵っていいですよ。お返しに俺のこと罵っていいですよ。さあ口汚く俺のことを罵ってください。小田さん、やっぱり私だ。私がミキを死に追い込んだんだ。おいおいおい、この段階でそういうこと言うか。みんなであなたを救う説を考えたんだからさ、空気読めよ。小田さん、ヘアヌード写真集の件、あなたの言う通りあの子実は納得してたのかもしれない。安野さんにはああ言っただけで、泣いてたのも案外嘘泣きかも。嘘泣き、俺的には複雑だけどそういう見方もできます。もうそういうことでいいじゃん。自殺だよ如月美希は。小田ちゃん、じゃあさっきの説に一つでも欠点があったか。一つある。一つぐらいいいじゃんかな。小田さん、何ですかそれ。美希の死体が発見された場所です。場所。いちご娘さん、ミキの部屋の間取り覚えてますか。もちろん。ここはこう玄関とするとキッチンがあって寝室で、こっちの奥に小さい物置部屋。完璧だね、さすがお父さん。ここに窓があって
家元さん、バルコニー、ミキが死んでいたのは。そうか。何よ、何がっくり来ちゃってんのよ。ミキが死んでいたのはこの物置なんです。だから今の仮説通りだとすると、ミキの死体はこの寝室で見つからなければならない。仮に炎に気がついて逃げようとしたんだとしても、キッチンを通って玄関に向かうか、出なければ寝室の窓からだ。窓から逃げるのは結構怖いぜ。この窓は出入り楽。経験者語るかよ。物置部屋に逃げられそうな窓は。この部屋に窓はない。あえて自分を逃げられない状況に追い込んだ、そうとしか思えない。あ、貴重品を取りに行ったのかも、物置に。それだ。ハンコとか印鑑とか実印とか。それ全部同じものですよ。通帳とかですよ。印鑑と通帳は寝室の兄弟の引き出し。チェックしすぎだろお父さん。物置にあったのは脱ぎ散らかした服と下着の山だけ。高価な服なんか一着も持ってなかった子です。これ自殺なのかな。やっぱり気づかなかったことにしようよね。さっきの説で収めよう。あ、どうしたんですか。ダンボール。ダンボール。そうだ、あの部屋に このぐらいのダンボール箱があった。これくらいのダンボール箱。中身見ました。何が入ってたんですか。200通の手紙。家元さんのファンレターを取りに行った。そんなバカな、やめてくださいよ。なんでそんなものを取りに行く必要があるんです。命の危険を冒してまで取りに行くもんじゃないでしょう。家元さんのお手紙にいつも励まされています。お仕事で辛いことがあっても、家元さんのお手紙を見るとお仕事頑張ろうと思えるんです。ミキの命より大事な宝物です。命より大事な宝物。政治じゃなかったのか。そんなバカな。あなたの手紙がミキの支えだった。本当に命より大切な宝物だった。嘘ですよ。嘘に決まってますよ。だって僕はミキちゃんから一番遠いんですから。気になってることがあるんです、スネクさん。うん。あの日ミキッペはクッキーを焼いてたって言ってましたよね。うん。いつも支えてくれてる大切な人に送るって。俺の誕生日もっとずっと先なんですよね。え、家元さん、家元さんの誕生日は明日です。あいつを本当に支えてたのは俺なんかじゃありません。家元さん、あなたです。友達でもマネージャーでも幼なじみでも父親でもない、単なる一ファンの僕だったって言うんですか。単なる一ファンだからこそですよ。アイドルだったんだ、正真正銘の。Thank you.
仕事頑張るつもりだったのか。そうだよ、小田裕二、いちごパパの言う通り写真集もまんざら嫌じゃなかったんだ。小田さん、写真集のタイトルはご存じないんですか？タイトルなんて決めてませんよ。あの子は決めてたんですよ、自分で。ミキが去年ね、あの子の母親から16年ぶりに連絡があって、今度ミキの写真集が出たら見てやってほしいって、お父さんに見てもらいたがってるって。その時タイトルを、タイトルは正味、こんなに立派に育ちました。やる気満々じゃん。まあ英語は間違ってますけどね、show me じゃ私に見せてってことだからな。不思議な子だ、如月美希。捉えどころがない。本当に我が子ながらまるで巨像のようだ。アイドルは巨像、まさにそのものですね。ここにいる5人だって同じようなもんですよ。そうだよ。あ、まだなんか隠してるやついるんじゃねえか。今まで言ったことだって本当かどうかな。本当なんて分からんよ、真実は常に主観でしかありえない。人間は皆未知であるか。意味分かんねえからそれ。みんな夢みたいなもんだってことですよ。僕はミキちゃんに最高の夢見せてもらいました。カーテン閉めてください。え？は？いいから早く早く。あと電気も。じゃあ消しますよ。何？おお、幸せだったのかな、ミキちゃんは。幸せだったに決まってますよ、こんなに皆さんに愛されてたんですから。あの子は幸せだった、幸せだった。ああ、なんていいだ今日は。不思議だな、我々が導き出した結論は推論かもしれないが、だが今日という日にこの5人が揃わなければ決してたどり着くことができなかった結論だ。本当に不思議な偶然ですね。物事に偶然はない、全て必然だよ、天体と同じでね。僕たちが今ここにいることに意味があるんですね。見えない力に引き寄せられたってことですか。天国の如月美希がそうさせたのかもしれないな。きっとそうだ。Thank you.
綺麗な夕焼けだ。お開きにしませんか。ああ、そうしようぜな。俺こんなに頭使ったの生まれて初めてじゃねえかなこれ。いちご娘さん、いいんですか。いろいろ無礼をしたこと謝ります。気持ち悪いよ。皆さん、来年の2月4日もやめましょうよ。また集まろうなんていうのは。そうだよ、今回きりにしとこうぜ。僕はまた呼びかけますよ。じゃあ、誰か他のやつ誘ってね。世界中にさ、あと1人くらいはいるんじゃねえか、ミキちゃんファン。俺、まだ全然見てないんですけど、家元さんのパーフェクトコレクション。あなた幼馴染なんだから、今さら見なくてもいいでしょ。皆さんと一緒に見て、一緒に盛り上がりたいから来たんですよ。片道6時間弱。あのさ、俺たちさ、もう一通り見ちゃったんだよね、これ。実は大磯ロングビーチ、僕、ハンディカムでも撮影してまして。もうマジかよ。家元さん、とんだ警察官だね。まあ、固いこと言わずに、みんなで一緒に見ませんか。一緒に。Woo!
バカバカしい。私は2年間徹底的に調べた。そして得た結論がある。如月美希は殺されたんだよ。みんなは知ってるか。彼女が死んだ2月の4日。一体何があったのか。ありがとう笑顔ぬくもりわくまま涙君のすべてで僕は輝いてるよ奏で合おうよ感じよ愛を求め合う僕らをずっと繋ぐメロディその出会いが僕の年月日変えてゆく君二人寄り添い玉のぶつかりの価値観の差も涙の化粧もただ一つだと負けた日心もとない夜に痛みの中で弱気迷いに君はうなずく抱きしめ強く揺るぎない愛に触れてる近くて笑う君